中日ドラゴンズ今季初先発の根尾投手炎上してしまったわけなんですけれども、試合後に立浪監督が根尾投手に送ったコメントについて見ていきたいと思います。広島戦で今年初先発だった8月4日ですね、炎上となってしまいました。ここまでは2軍でコントロールであったり球速、そして全体的な安定感など様々な面に課題が見られてはいたんですけれども、一応防御率としては 2.59 と、悪くない数字にまとめてきました。そして特にここ最近は、抜群とまでは言わないけれども、ある程度まとまったピッチングっていうのも続いていましたので、全くもって完璧な仕上がりということではなかったんですけれども、涌井投手も離脱となってしまいましたし、柳投手も下で苦戦していますし、メヒア投手も打たれるケースが目立ちますし、やはり若い先発ピッチャーの台頭っていうのが必要になってきます。そんな中で中地投手であったり、上田投手、こうした若い投手がこう離脱もあってなかなか投げてこれない。そして草加投手もトミー・ジョン受けていますし、松木平投手こそ台頭してきてくれましたけれども、やっぱり他にも若いピッチャー必要ということで、根尾投手完璧ではないけれども、1軍に先発として昇格するという流れになりました。ただ2軍の時の悪い時の投球っていうのがそのまま出たような投球になってしまったかなという印象です。3イニング投げて被安打8つ、奪三振が1つ、四死球1つ、暴投1つ、失点6つ、自責点5という投球成績です。全体的に、フォアボールがそんなに出たわけではないですけれども、コントロールがアバウトな感じで、そしてバッターとしてはこうある程度こう簡単に捉えているような印象があって、連打も続いてしまうとか、そんな投球が見られてしまいました。そんな根尾投手に対しての立浪監督のコメントを見ていきましょう。立浪監督のコメント、根尾にとっては苦い登板になったが、この悔しさと経験を生かして次に向かってほしい。まっすぐの精度をもっと上げないと。フォークやカーブがあるので、まっすぐのスピードとコントロールは課題。本人も分かってもいると思うので、また頑張ってやってもらうしかないというコメントですね。やっぱり球速がいい時と比べると今年は2軍でもなかなかスピード上がってこないというような状況もありますし、そしてコントロールに関しましても、やっぱり現在の球速帯ですと、もっとこう厳しいところを攻めて、バッターをコントロールで打ち取っていくとか、そういった投球も必要になってくる状況なんですけれども、なかなかそこまでのコントロールっていうのが磨かれていかないという感じですね。コントロールもそうですし、フィールディングもそうですし、やはりそうしたピッチャーとしての細かい部分っていうのが、まだまだスキルとして必要なのかなという試合になりました。そして今後について、再調整ですかという話について、そうですねと立浪監督のコメントもありましたので、登録抹消となって、しばらくは2軍でこう戻していくという形になりそうです。2軍で球速をまたぐっと上げていくか、もしくはコントロールでこう厳しいところをこう攻めていけるような投球ができるか、このどちらかが今後必要になってくると思いますので、2軍でのスキルアップに期待していきたいと思います。やっぱり根尾投手が投げるときはバッターとしても期待できると、そして見ていても面白いと言えるようなピッチャーですので、なんとかここから頑張ってほしいなというふうに期待しています。以上です。